7月からの値上げ品目と理由、背景。こんにちは。梅雨に入ったと思ったら2週間ほどで梅雨明けしてしまい、急に夏本番が来て、熱中症などの体調をはじめ、もろもろが心配になる気候です。政府からも節電要請が来て、世間一般では例年と変わらない使い方をしているのに、なかなかの理不尽さを感じる方も、私を含め多いと思います。野菜、お米などは無事に収穫できるのでしょうか。野菜は、秋以降に影響があると思っていましたが、もうすでに前倒しで、ことが起こり始めているような気もします。そんな中ですが、今回は、7月からの値上げ品目についてお伝えしたいと思います。ここでお知らせです。サブチャンネル、おかげさまでたくさんの方にご視聴いただけるようになりました。こちらでは合成ボイスではなく、地声で、見たこと、聞いたこと、気になったこと、考えたことを、そのまま雑談形式で配信しています。また、こちらのメインチャンネルの予告なども、ちらりとお話ししています。概要欄にリンクを貼っていますので、ご興味ある方はご視聴ください。7月から、値上げモードがさらに加速。いよいよイオンも7月より、プライベートブランド3品目の値上げに踏み切ります。朝日新聞デジタルからの引用です。イオンは21日、プライベートブランド、PB、自主企画商品の、トップバリのうち、マヨネーズなど3品目を、7月4日から値上げすると発表した。これまで、価格据え置きを売りにしてきたが、原材料高などを背景に値上げに踏み切る。その他の食品や日用品など約5000品目は、引き続き価格維持に努めるとしている。トップバリュベストプライスのマヨネーズ 500g を、税込みで170円から213円に、ノンフライ麺を、1個62円から73円に、外箱を省いたティッシュペーパー5個、206円から214円にそれぞれ値上げする。イオンのプライベートブランドでは、昨年9月からは約3000品目の食料品で、今年1月からは、日用品など約2000品目で価格を据え置いてきた。しかし、3品目については、原料の油や小麦の価格が上がったことに加え、物流費の高騰や急激な円安も重なり、値上げせざるを得ないという。その他の品目については価格維持を目指すものの、値上げする場合は、約2週間前に店頭で知らせるという。価格維持に向けては、製造委託先のメーカーに、長期で大量の発注をかけることでコストを抑えたり、円安を背景に国内生産を増やしたりしていく考えも示した。プライベートブランドをめぐっては、約1200品目のプライベートブランドを扱うスーパーの西友も、価格を据え置いてきたが、7月以降に一部商品で値上げをするという。引用ここまで。このイオンの3品目、油、小麦、紙の値上げは、世の中の指標になると思います。少しでも、これらの原料に関連する商品は、値上がりと品不足が同時に起こりやすいと読んで、早い段階で必要量を、自分の手元に蓄えておいた方がいいかもしれません。ここはさすがに大企業、製造元と長期契約を結んで、価格を据え置くなどというコントロールはできるようで、このコントロールが効いている間に、消費者はいろいろ行動をする猶予ができたとも言えます。しかし、記事の中には、他の品目も値上げを示唆する文章がありますので、予告を2週間前にしてくれるとはいえ、値上がるものとして考えながら、日々の買い物をする必要がありそうですね。他にも続々値上げ、パンの値上げも毎月のように発表されるようになってきました。すでにビールの値上げ予告もあります。小麦粉は今年2回目の値上げとなり、10月には政府の小麦引き渡し価格の改定がありますので、これから秋冬に向かっても続きます。今までの小麦の高騰の原因は、年明けからの世界情勢以前の物流に関する要因が多かったのですが、これからは情勢不安プラス、干ばつによる収穫量の不足も理由に絡んできます。そして、油もさらに値上げされます。こちらも、小麦同様、外食産業にも深く関わります。社員食堂や学校給食の内容も、かなり変化するかもしれませんね。揚げ油の再使用回数も、今まで以上に増えるかもしれません。マイナビニュースから引用します。昭和産業、天ぷら粉、黄金など家庭用小麦粉が、2から 7% の値上げになります。
また、菜種油、大豆油などの汎用油。60円キログラム以上、オリーブ油160円キログラム以上、米油90円キログラム以上、ひまわり油90円キログラム以上の値上げになります。ニップン、家庭用小麦粉、家庭用ミックスが約 3.5% から 11% の値上げ、家庭用食品類が約 3% から 13% の値上げになります。J オイルミルズ、家庭用、業務用油脂製品、全商品が値上げの対象になります。具体的には以下の通りです。菜種油製品、大豆油製品、パーム油製品、コーン油製品、60円キログラム以上、オリーブオイル製品、ごま油製品、120円キログラム以上、米油製品、90円キログラム以上、亜麻仁油、えごま油製品、200円キログラム以上、ひまわり油製品、400円キログラム以上、その他、プレミアムオイル製品、140円キログラム以上、日清オイリオグループ、家庭用のオリーブオイル、ごま油、米油等18品目の食用油が 10% から 20% の値上げとなります。また、業務用食用油、加工用食用油、バルク 15% から 30% の値上げとなります。この前にも、7月からオリーブオイル、ごま油、米油などが 5% から 30% の値上げが発表されましたが、追加の発表はこれら以外のものになります。山崎製パン、ロイヤルブレッド、長宝寿、ダブルソフト、ふんわり食パンなどの食パンが約 8.7% の値上げになります。また、ロイヤルバターロール、薄皮粒あんパン、塩バター、フランスパンなど菓子パンが約 4.3% の値上げになります。敷島製パン、一部のパン、菓子類が約 2% から 9% の値上げとなります。フジパン、本仕込み食パンなど食パンが約 6% から 8%、 ネオバターロール、生ロールなどの食卓ロールが約 5% から 9% の値上げになります。また、特選メロンパン、スナックサンドなどの菓子パンが約 3% から 8%、 スペースアポロ、おいしい蒸しパンなど洋和菓子が約 3% から 6% の値上げになります。日本水産、家庭用の缶詰や瓶詰の値上げは今年に入って2回目となり、急激な為替変動も新たなコスト負担となっています。缶詰、スルッと蓋、サバ水煮減塩 30% や瓶詰、たらこほぐしなど30品目が約 5% から 18% の値上げになります。引用ここまで。水産物は燃料の高騰により、1回の漁に対するコストでかなり圧迫されています。遠洋漁業では、出かけること自体のコスト上昇はもちろん、人手不足で出漁ができないことが多いようです。また、水揚げ量も、例えばアジが今までの10分の1しか取れないほどの不漁であるなど、売り上げもさることながら、水産物そのものの確保が難しくなっています。不漁の魚そのものでなくとも、全体的な影響はあり、缶詰もだんだん売り場に並ぶ個数が少なくなってきています。この状態を踏まえて、缶詰をはじめ海産物を使った製品をどのぐらい確保しておくのか、早めに考えていく必要がありそうです。自炊、自助をさらに追求しよう。もうすでに皆さんもなんとなく感じておられると思いますが、値上げは品不足と同時進行です。特に出来上がった商品を惣菜などはすでに少しずつ値上げしており、6月の時点で売り出しの数量も少なくなっています。加えてアラブ界隈の情勢も不安定になってきましたので、原油価格を安定させるために政府が動き出したという報道もあります。対応がうまくいかなければ、原油価格が今まで以上に上がり、ガソリンの値段が補助金があったとしても見たことのない値段になるかもしれません。なるべく身の回りの半径数キロのところで必要な品を調達できるように、消費行動を考えることはもちろん、自分自身の手で作り出せるものを増やしていくことの重要性が月が変わるごとに増していっています。またこちらのチャンネルでは、気になるデータに行き当たり次第お伝えしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。